オリコンスタイルをご覧の皆様、新年明けましておめでとうございます。吉本美優です。監督だったり現場のスタッフさんに、また一緒に仕事したいね、しようねって言われたことがすごく嬉しくて幸せでした。なかなかその自分にの結果に満足しないというか、自分に厳しくしちゃうので、悔しかったことも山ほどありますね。で、一つに絞れないです。あ、でもお芝居で泣く機会がたくさんありましたね。なので、その、やっぱりお芝居の中なので、気持ちを受け、相手の気持ちだったり感情を受け入れてっていうのを大切にしながら泣きました。小説ですかね。普段、昔は小説全然読まなかったんですけど、湊かなえさんの小説にドハマりしちゃいまして、今も豆の上で眠るっていう小説を読ませていただいています。プライベートの面でもっともっと料理を頑張ればよかったなっていう風に思いますね。スープ類ばっかり作って、スープ系ばっかり作ってて、主食の方をあんまり作ってなかったので、来年はちょっと主食の方を頑張りたいと思います。私誕生日が12月28日なんですけど、クリスマス来て自分の誕生日来てお正月ってなって、結構通り過ぎるのが早いんですけど、お正月は、今思い返せばですけど、こっそり自分の誕生日の余韻に浸ってるのかなと思います。あ、さっきもお話しさせていただいた湊かなえさんの、原作の、実写化があれば私も出演してさせていただきたいなっていうふうに思います。そのために一生懸命頑張ります。あー、でもカメラを買ったんですよ、一眼レフ。カメラの写真のために撮影っていうのはないので、2016年はプライベートでカメラのために遠出して、電車でもどこでも乗って行って、いっぱい綺麗な景色だったり動物の写真を撮りたいなと思います。いつもは女性らしく、時に男らしく、やっぱりこういうお仕事をしていて、アクションとかのお仕事だとガツガツというか勢いよく行かなきゃいけない時とかもあったりすると思うので、かっこいい女性になりたいです。2015年は本当にいろんな方に支えていただきながら、頑張れた1年だなと思いました。私2016年も作品と向き合う上で、自分にはこの役を通して何を伝えられるのかっていうのをしっかり、考えて演じていきたいなと思います。そしてこれを見てくださってる皆さんだったり、本当に全国世界中の、大きいことを言うとですけど、全国世界中の皆さんが笑顔になれるような作品を作りたいなと思っていますし、現場の雰囲気も明るく温かくできるような人になりたいなと思っていますので、ぜひお力添えの方よろしくお願いします。というわけで、本年もどうぞよろしくお願いします。吉本美優でした。